当社が手掛けるデバイス事業は、創業者松下幸之助の良いものづくりは良い部品からという考えから始まり、長い歴史の中で失敗を恐れず挑戦を積み重ねてきました。しかし社会が大きく変わっていく中で、私たち自身も変わっていく必要があります。さらなる高みを目指すために、この度グループ体制の再編は大きなチャンスだと考えています。新たな会社のスタートに向け、私たちのミッションは多様なデバイステクノロジーでより良い未来を切り開き、豊かな社会に貢献し続けると定めました。強みである世界トップクラスの多様なデバイスの技術開発力と知見を結集して、持続可能で豊かな社会を実現していくことが私たちの使命です。具体的には、モビリティの安全性の向上や電動化、工場のスマート化、情報通信インフラの信頼性向上や高速化など、社会課題の解決につながるさまざまな事業にお客様と力を合わせて取り組んでまいります。その中でも特に社会要請が強く、継続的な進化が求められる領域で、私たちの強みの生かせる FA ソリューション、電子材料、コンデンサーの3つをコア事業と定め、力を注いでいます。またビジョンは、未来の兆しを先取り、お客様と共に社会変革をリードするというものです。困難な社会課題に真正面から向き合うお客様と同じ目線に立って、さらに一歩先を見据える主体的な存在として、夢や理想を叶えるためにはなくてはならないパートナーであることを目指してまいります。グローバルシェアナンバーワン、ナンバーツーのデバイスを多く持ち、ニーズに合わせてフルカスタムしたモジュールやシステムを提供できる私たちだからこそ、お客様のお困りごとに深く入り込んで力になることができます。松下幸之助は、事業は人なりという言葉を残しました。人を大切にする企業であることは私たちの最大の強みです。多様な価値観を認め合い、それぞれの個性や得意不得意を受け入れて補い合うこと、そのことによって想像をはるかに超える大きな力を生み出すことができると、そうも考えています。だからこそ、すべての社員が生き生きと働けるチームインダストリーを全員で作る企業文化を育んでまいります。そして私たちは、挑戦して失敗することを最高の学びの機会と考えて、積極的に変化に取り組み、変化を楽しみ、経験を積み重ねていく中で、人も組織も成長し続けられる、そんな企業を目指していきます。グローバルに85拠点を持つ私たちとともに、皆さん、世界中のお客様に最高の価値を提供し、社会貢献していくことを誇りに、共に飛躍してまいりましょう。パナソニック。